当時の年齢、俺21、彼女24、浮気相手のおっさん34。合コンで知り合った3歳年上の彼女と付き合い出して、半年が経ったあたりから、彼女が忙しいを理由に会う機会が少なくなった。まあ向こうは社会人だし仕方ないか、と思いながら、大学生活を楽しみながら、特に気にせずに過ごしていました。彼女は、一人暮らしをしていて、よく、その部屋にも行っていました。ある日彼女の部屋の近くを通る予定があったんで、久しぶりに会おう。と思い歩きながら、彼女に電話をかけたが、なかなか電話に出ず、ついに、彼女の部屋の近くまで来ていました。そこで、やっと、彼女が電話に出たんですが、俺が、今から行っていい?と聞くと、ごめん、まだ仕事だから、と言われ電話を切られました。おかしいな、と思い、彼女の部屋の窓を見ると、明かりがついていました。部屋の明かりがついてることを確認し、ますます怪しいと思い、彼女の部屋の扉の前まで行き、耳を当てて、銃の音を聞くと、彼女の声と男の声が聞こえてきました。こりゃ浮気だな、と思い、ひとまず、彼女の部屋を後にし、車を取りに家に戻りました。彼女の部屋から俺の家までは、歩いて20分ほどのところにあるので、走って戻り、車に乗り、彼女の部屋まで戻ってきました。で、またまた銃を確認するために、ドアに耳を当てて、銃の様子を伺うと、二人の声がしてきたので、ほっとし、車に戻り待機しました。この時はまだ気づいてなかったんですが、どうやら、男は車で来ていたみたいでした。この待っている間は、なぜか、冷静な状態で待てました。まず友達に電話して、彼女に浮気されてるよ、と報告。そうすると、一人で大丈夫か?と言われたんで、友達に来てもらうことにしました。友達は、すぐに来てくれ、二人で、車の中で待っていました。友達が来てくれたおかげで、一人、孤独に待つこともなく、車の中で待つことができました。二人で会話しながら待つこと2時間、彼女の部屋のドアが開き中から、男が出てきました。この瞬間に俺は出て行こうとしましたが、友達に止められ、様子を見ることになりました。男は駐車場まで来て、男は車に乗り込みました。車が出発すると、友達に後を追いかけようと言われたので、素直に従い後をつけました。男の車をつけること数十分、住宅街に入りある一軒の家の前で車が止まりました。その様子を見ていると、男は車から降り、その家の中に入っていきました。友達と車から降り、その家の前まで行くと、表札には、3人の名前が書いてあり、男の名前1つと女の名前が2つ書いてありました。後で知ったのですが、男は、既婚者で、妻と子供が1人いました。その日は、それをだけ確認して、その晩を後にしました。友達を送る。途中に、何かするなら手伝うから、と言ってくれ非常に助かりました。家に帰り、風呂に入って、自分の部屋に戻ってから、自分に起こったことで初めて泣いてしまい、その日は泣き疲れ寝てしまったようで、次の日に起きると目が真っ赤でした。どうすっかなぁと思いながらぼーっとしてると、彼女が浮気したことに、だんだんと腹が立ち、ギャフンと言わせてやるぜ、と思いとりあえず彼女に電話して、会う約束をしました。友達に電話し、俺が彼女と会う日にちょっとやりたいことがあるので手伝ってほしいと伝え、彼女に会う日を待ちました。彼女と会う日、友達には、男の家に行って様子を見てもらうことにし、俺は、彼女に会いに行きました。彼女はいつもと変わらずに、車の中では、最近仕事が忙しいと愚痴っています。はいはい男だろと思いながらも、その話に合わせながら、車を運転してました。すると、友達から電話がかかってきて、家にいるみたいと教えてもらい、男の家に向かうことに、彼女は、ずっと、どこに連れて行ってくれるの?
と聞いてきたんで、楽しいところだよとだけ伝えて男の家に向かいました。男の家に近づくにつれ、彼女の顔は少し固まってきました。まあそんなことに特に気にせず、男の家に向かうと彼女はどこ行くのと、そればっかり気にしてるので、だから楽しいとこだよとだけ伝え向かっています。やっと男の家に到着すると、彼女は完全に固まっていました。俺が車から降りても彼女は降りようとはしなかったので、早く降りなきゃ俺だけ行っちゃうよと言いながらニヤニヤしてると、彼女は泣き出しました。やたら謝ってくるんで、じゃあここに来た意味は分かってるんだねと聞くと、また謝り出します。いい加減飽きたんで強めに早く降りろと言うと、やっと観念したみたいで車から降りました。インターホンを押すとすぐに女の人が出ました。そこで、田川、俺の名字と申します。ええ、男の名前さんはいらっしゃいますかと言うと、少々お待ちくださいと少し待っていると、ドアが開き中から男が登場しました。男からは、ちょうど俺しか見えないのでどちら様ですかと聞いてきたので、彼女をぐいっと掴み俺の横に現せ、マミ、彼女の名前の彼氏です、俺が来た意味わかりますよねと笑顔で伝えると、男の顔は完全に青ざめていました。奥さんを呼んでいただき行けますかと言うと、男は状況を理解したみたいでドアを閉め、ここじゃ無理なんでちょっとこちらにと家から離れようとしたんで、またインターホンを押し奥さんを呼びました。男はわけのわからないことを言っていましたが、無視して奥さんを待ちました。奥さんは怪訝な表情で登場しました。まあ当然ですね。そこで俺が説明していくと、ここじゃ近所迷惑になるので家に上がってくださいと言われかに上がりました。そこでリビングに4人で集まり話し合いスタート。奥、もう一度説明してもらえますか。俺、実はお宅のご主人と私の彼女が浮気してまして、そのことを話すために来ました。奥、本当なの。男、奥、黙ってないで何とか言いなさいよ。男、ごめん、俺、マミも何か言ったら。彼女、すいませんでした。まさかこんな簡単に二人が認めるとは思ってなかったんで、少し驚きながら奥さんに、じゃ、俺はもう気が済んだので、あとは三人で話してくださいと伝えると、奥さんからもう少しいてくださいと言われたので、その場に泊まることにしました。そこからは奥さんが二人に聞いていきました。二人の関係は会社の上司と部下で、彼女が忙しいと言い出した時期から二人は関係ができていた。そんな感じの話を俺は聞いていました。その話し合いで決まったのは、もちろん二人はすぐに別れ、会社もどちらかが辞める、多分彼女がということで、奥さんは俺にお礼を言ってくれ、俺は奥さんに巻き込んですいませんと謝っておきました。一応彼女を送るために車に乗せ走っていると、彼女がまた謝り出し、しきりに別れたくないと言うので、いい加減うざくなり、初めて彼女に対して切れました。そんなに謝るなら最初から浮気なんかするなよ、俺はお前のことを許す気もないし別れるからとだけ告げ、後は無言で運転してました。それからしばらくの間は彼女から電話やメールが来ましたが、全部無視をしていると、彼女も諦めたみたいで、それもなくなりました。しかし、最近知ったのは、俺の友達、この話に出てきた友達ではないと彼女が付き合い出したみたいです。